れだけはもうこだわってます、これだけはちゃんとやってますっていうようなことって、なんかそうですね、細かいことはいろいろあるんですけれども、私はこの仕事をするのに一番に置いてるのは、まず一番にやはりお客様に喜んでいただきたいっていうのが一番にあるので、できる限りのご要望はお答えするようにしてます。でそのためにクリーニングの知識とかお洋服の知識とかなんかも勉強して、少しでもお客様の役に立てるようななんかアドバイスができたら、それでお客様に喜んでいただいたらすごい嬉しいなって思うので、それは一つ心に置いて仕事してます。